受けてきました。ストイック公開テスト334回。じゃあどうだったのか、それぞれの感想いきたいと思いますね。皆さんがいつも気になるね、最後の10問何が一番多かったですか、なんでちょっと偏りが目立つ回だったな。さあ、始まりました。アマチュアチャンネル。さあ、今回はですね、受けてきました。ストイック公開テスト334回。まあ、2回ほどね、申し込み忘れてたんで、久しぶりの受験になったんですが、ここ初めての会場でしたね。いや、未だに初めての会場があるっていうのも珍しいんですけど、しかしもう10月なのに暑いっていうね、そして冷房がガンガンに効いてたんで、教室はめっちゃ寒いっていうですね、大変な状況での受験になりましたが、そうだって、まあ、初めての会場、でかいんだよね。その教室に行くまでにめっちゃ時間がかかるということは、これ遅刻者出るだろうなって思って、だから自分もいつもより早めに行きました。ギリギリ到着ですけど、いつもはね、9時50何分とかに入ることが多いんですけど、9時45分に着く電車に乗ってきましたけど、まあ、正解でしたね。だいぶ遠くて、5分とかじゃ全然着かないんで、その入ってから、試験の部屋まで。危なかった。で、案の定やっぱり、音テストとか終わった後に2人入ってきたからね。最後に入ってきたのがなんかもうめっちゃ怒ってんの。多分まあ違う部屋誘導されたのかなんかなんだと思うんだけど、いろんなアナウンスとか終わっちゃった後だからさ、アンケートとかさ、だお知らせとかコマーシャルの紙、あれずっと出しっぱで受けてたからね。結局そう、だから試験終了後に1人だけそれ読んでんの。えみたいな、なんで机の上に乗ってたそれがっていうね。それも何にも言ってなかったけど大変でした。隣の部屋はスタート遅れてましたね。はい、だから終了後でもまだね、別の部屋は試験中ですので静かにしてくださいって出てたからね、こう紙こうやってやってたから、まあ、そのさ、紙こうやってやってた人のせいでさ、めちゃめちゃ時間がかかってたっていうのに、もう大行列だったの、受付が。そんなバカなと。で、受付する人が一人しかいなくてね、そんな大教室でもないのになんでこんな遅いのってこと、その人めっちゃ時間かかるの、一人一人。誰々さんですねっつってこうさ、人探してさ、こう引くじゃないですか、蛍光ペンで。超時間かかる、見つけらんないの。だからね、って思うぐらい、一人に対する受付が超長い。顔もチェックしないんですよ。顔チェックすらしないのに、見つけらんないから、もう永遠と、もう行列がどん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 長くなっていくっていうね。はい。いやだや、対処しなきゃダメだよ、あれ。で、まあ2ページあるから、2ページって言ったってそんないないんですよ。40人ぐらいしかいないんですよ。その40人でさ、その2ページでさ、こっち探して、こっち探して、またこっち探してみたいにやってるから、途中でその横にいたスタッフはさ、その人も受付すりゃいいのにと思ったけどさ、そのスタッフがさ、ビリッってさ、切って2つこうやってバーンつって置いてた。まあ、時間かかりすぎだったんでね。まあ、そんな感じの試験で、ああ、超久しぶりに2人掛けで横がいなかったですね。こんなことあるんだと思ってね、2人掛けで横いないって、まずないんですけどね。さあ、じゃあどうだったのか、それぞれの感想いきたいと思いますね。まずパート1ね、まあ普通でしょうね。ああ、こんな表現も出てくんだっていうのはありました。あったけど、まあ消去法でいけるでしょう。A が多かったな。うん、あ、またフォームはね、複数ある可能性がありますので、同じ問題を受けてるとは限らないですけどね。こういうフォームでしたね、私はね。はい。でパート2、まあまあ普通かな。変化球が後ろの方に多いっていうのも変わんなかったですけど、ただびっくりしたのがさ、1列全く C が出てこなかったよね。だからさ、 C が12問連続で出てこなかったんだよ。そう、12問連続ですよ。すごい数ですよね。だから2択やってる感じで、ずっとさ、1列ずっと2択やってんの、何これって思って、でまあその次の列で5回出てきたな、 C が。なんか偏りすごかったよね。そう、やっぱり10問中にどれも散らばってるっていうのが普通なのに、今回その10問中に散らばってない行が2回あったね。リーディングにもあった、 A が出てこない列あった。で、あとはあの AD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  なんか BCBCBC みたいな感じで、 A と D がザザザザってなって、その後に BC がガガガガって出てくるっていう列もあった。パート6のあたりだったな。なんだこの偏りはって思いましたけどね。ちょっとこんな偏ってんの珍しいなって思いましたね、はい。ああ、皆さんがいつも気になるね、最後の10問何が一番多かったですか。 B、 はい今回、はい、B が一番多かった。それで、パート3 and 4かな。はい。3、4は、まあ、普通としときますね。普通としとくんですけど、やっぱ難しいのもありましたね。場面が思い浮かびづらいとか、あと、正解の選択肢になんだこれみたいなのがあったと思いますね。ただ、そのまま言ってくれてたんで、なんかなんだかわかんなくても正解できるっていう感じのものではありましたね。はい。そんな感じですかね。で、グラフィックも、2列が並んでるのが、
5つのうち4つだったもんね。同じパターンで、全く同じパターンでさ、パート3とパート4答え出るやつとかもあったもんね。へぇみたいなさ、こんなやつって。あとどこにいるかが多かったね今回。どこで働いてきますか、で選択肢も同じじゃんっていうのも結構あった。なんでちょっと偏りが目立つ回だったな。でリスニングが難しくなかったですね、だから全体的には。なんか絶対間違えないわと思いましたけど、はい、まあ眠い中ね、久しぶりの早起きでしたから眠いなと思いながらも、はい、この難易度だったら。あ、ただ眠かったんでね、マークミスはしてましたね途中で。違うのマークしてるじゃんってなった。パート7でも一番多分消しゴム使った回、今年とか今まででめっちゃ消した。なんかマークミスが目立ちましたね自分自身。じゃあ、リーディングいきますね。はい、リーディングは、まず、パート5は、普通ですね。難しいのありましたけど、語彙問題でね。でも、全体としてはそんなに難くないかなと思った。比較級が2問ぐらいあったよね。あ、珍しいって思ったけど。比較級最上級。パート6、普通かな。迷いそうなのは文脈使うやつかな。文挿入位置の。でも、いつもよりは迷わなかったかなって思いますね。で、パート7はなんかな、難しかったんじゃないかなと思いますね。シングルはそこまでじゃなかったけど、ダブルパッセージがやっぱかなり難しくて、いや、深読みすると、そう、一問ね、深読みするとどっちもいけるでしょ。こう書いてあるんだからってことは、これは言えるでしょ。でも、ここにこう書いてるってことは、こっちも言えるよね。深読みしたら、これ、もういける。深読みしたら、こっちもいけるで。わかんないです。どっちが正解なのか、結局。そう、だからどっちも書いてない、はっきり。はっきり書いてないけど、わかんない。もしかしたら、英辞典の定義とか引いたら、それでわかんのかな。はい。とにかくね、納得がいかないというか、二つ正解に感じるのがあったんで、どうなるのか、正解になるのか、正解にならないのか。いや、わからんな。結局わからんわ、どっちだったんだろう。これは間違ってる可能性はあるなと思って、だから余った時間でずっと見てたんだけど、いやどっちも言えるよと思いながらね。はい、やっぱ英辞典の言い換えとしては出てる。それで正解であってほしいな。はい、という感じですかね。パート7にとにかく時間かかった回でした。はい、トリプルは楽でしたね。もうさささささっというふうに解いてった。ただやっぱりマークミスなんでこんなしたんだろう、何回もあって何回も消したなという感じでした。やっぱ睡眠大事だなと思いましたけどね。ちゃんと寝て受けるべきだったなと思います。はい。皆さんどうでしたか？ぜひ受けた方はですね、コメントください。そして、多分ね、この後午後受験される方も頑張ってください。そして、いつもの通り6時からは反省会ライブありますので、はい。ぜひ、そちらを見ていただければと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。はい、そこのあなた、ここで離脱しない。今すぐ、公式 LINE に登録して、お家に帰るまでが遠足ですよ。こちら、森哲英語塾ベーシスの公式 LINE になります。この LINE に登録いただきますと、第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント。こちら、TOEIC 800点、英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に皆さんからの個別メッセージには僕や森哲先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方もそうでない方もふるってメッセージをください。皆さんからの LINE 楽しみにお待ちしておりますよ。